ファントフトスターブ協会は、ノルウェーのソグンオフィオーラネ県、ルステル地区のホットンに建てられた後、ホルダラン県の都市ベルゲンのファナ地区に移築された、スターブ協会である。ファントフトスターブ協会は、ソグンオフィオーラネ県内のルステル地区、ソグネフィヨルドに面するホットン2150年頃に建築された、スターブ協会である。 教会の内装の装飾などは、バイキング船に使用されたデザインと同じものである。19世紀の中頃、この教会は、ノルウェー国内の他のスターブ教会と同様、取り壊しの危機に直面していた。その後、保存のため、この教会は、ノルウェーの実業家であり、政治家でもあったフレデリック・ゲオルク・ガデによって買い取られ、1883年に、ベルゲンのファナ地区に移築された。 この際、ファントフトスターブ協会の外見は、ボルグンドスターブ協会を参考に、元のデザインよりも有そうなものに変更されている。1992年6月6日、ファントフトスターブ協会は、当時のノルウェーのブラックメタルミュージシャンや関係者から、構成された、ブラックメタルインナーサークルと呼ばれる、過激集団のメンバーにより放火され消失した。これら一連の事件では、 ファントフトスターブ協会だけでなく複数の協会への放火が行われている。1994年になって、インナーサークルの中心メンバーの一人である、ブラックメタルバンドバーズムのリーダーであるバーグ、バイカーネスが複数の協会への放火容疑で逮捕され、いくつかの事件について有罪となったが、ファントフトスターブ協会への放火については陪審により無罪となっている。 バーグ・バイカーネスがこの事件への関与を疑われた背景として1993年に発表されたバーズムのミニアルバムアスクの CD ジャケットに焼け落ちたファントフト・スターブ教会の写真が使われていたことも無関係ではないとみられるこれら一連の放火事件はサタニズムに基づくものとして話題となったが後のバーグ・バイカーネスへのインタビューによればサタニズムではなく テイガニズム的思想、つまり、キリスト教により衰退した、ノルウェーの土着宗教による報復、というような考え方に基づくものであるという、見解であった。しかしながら、スターブ教会の屋根に取り付けられた火を吹く竜を、かたどった竜図は、もともと異教であったキリスト教に対する魔除けの、意味を持つものでもあったことを考えると、この教会が、インナーサークルの攻撃対象となったのは、 皮肉なことであると言える。ファントフトスターブ協会の再建は1997年5月に完了し、現在に至っている。ありがとうございます。